定日付ある証書と呼ぶ。詩人が作成する文書は、作成日付を偽装することが容易な場合が多い。業務日誌など単独で作成する文書については、過去日を作成日として記述することは容易であり、二者間で結ぶ契約書の類であっても、両者が通報すれば、当該契約書を過去に作成したように装うことが可能である。そこで、法律上、 文書について一定の手続きを踏んだ場合等において作成日付について完全な証拠力を認める制度が設けられており当該制度を利用すると作成日付が争いとなった時にその証明が容易になる。また、指名再建上との対抗要件は確定日付ある証書による通知または承諾とされているなど 法律によってこの制度の利用が必要となる場合もある。登記書、または、交渉人役場において応印される日付ある印象の、様式どのような場合に、確定日付が認められるかは、民法施行法5条1項各号に定められている。このうち最も頻繁に利用されるのは2号の、交渉人による、死所証書への確定日付の付与及び6号の、 内容証明郵便の制度である。公正証書等記書、または、公証人役場において、司書証書に日付ある印象を大夏したとき司書証書の、署名者中に死亡したものがあるとき確定日付ある、証書中に司書証書を引用した場合官庁または公書において、司書証書にある事項を記入し日付を記載したとき、 郵便人証士が郵便法の規定により内容証明の取り扱いにかかる認証をしたとき電磁的記録については民法施行法5条2項3項により指定交渉人が設けた交渉人役場において請求に基づき電磁的記録に記録された情報に日付情報を電磁的方式により付したときは当該電磁的記録に記録された情報は確定日付ある証書とみなされ 日付情報の日付をもって確定日付とされる。ただし、公務員が職務上作成した電磁的記録以外のものに付した時に限る。確定日付を取得するためには私文書であること、文書作成者の署名もしくは記名応印がなされていること形式上完成している文書であることし文書の記載内容が法律や公序領俗に反するものであったり、 無効な事故を記載したものではないことなどの要件を満たす必要がある。交渉人及び法務局ではこれら事項について一定の範囲での審査がされることになっている。確定日付の付与申請は作成者自身に限られず代理人、死者においてもすることができる。なお、法務局、または交渉人に対する手続きのため、これらを他人から依頼を受け行うとして行うには、 司法書士、弁護士の資格が必要な場合がある。商業登記法等の一部を改正する法律により制度創設。なお行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する法律6条を参照。ありがとうございます。